はい、カバー10袋カッパ炎上です。じゃあ今度はね、モーリシャス沖のほら、貨物船が座礁しましたよね。あれの続報ですかね。どうも日本は悪くないと、モーリシャスの首相の方がね、日本に責任はない、そういう内容の発言をして、まあ現地でね話題になってるっていう、そういうお話を見ていきましょうかね。これ内容は大丈夫ですかね、この座礁事故のね。まあ、ちょっとおさらいも兼ねて、インド洋の島国モーリシャスの沖合でね、7月25日でしたよね、発生した貨物船若潮の座礁事故で、この若潮に、積み荷はなくて乗組員が20名もう無事だったんですけども、約1000トンもの重油が海域に流出しちゃってね、サンゴ礁やらマングローブやら、まあ、汚染する深刻な事態に発展して、まあ、今も発展しているんですね。でなお若潮はパナマ船籍、海運会社、これなんて読むんだっけ、いつも忘れちゃうんだよな、流式汽船かの子会社が所有し、商船三井がチャーターして運航中だったと、ね。で今月7日、茂木外相とモーリシャスの、ジャグナット首相が、主に今回の事故について話し合うため電話会談を行っていますよと。でその際、ジャグナット首相が事故に関して、日本に責任はないと明言、また日本政府の国際緊急救助隊派遣に感謝を示した上で、引き続き日本の協力を得たいと要望しており、茂木外相は過去にない規模の支援の考えを伝えていますよと。ということで、なんかコメントしてる人は、まあ、ほとんどモーリシャスの人か、まあ、あの国の人かな。日本はまたとんでもないことをして世界中に迷惑かけてるな的な、ね、そういう盛り上がり方するじゃないですか、あの人たちは。まあ、ちょっと見ていきましょうかね。まず最初、この事故は日本の責任ではない。こんな単純な事実にどうして誰も気づかなかったんだ。で次、まあ、責任があるとすれば船の管理者なんだろうとは思う。で次、首相、あなたにはいろんな責任が出てくるけどね。次、モーリシャス政府は結局金で動くのか、お金が出てこない限り何も行動しない。まるであれですね、日本政府が金積んで黙らしたみたいなことを言ってる人がいますね。おんや、どこの国の人かしらね。そういうの得意な人たちがいましたっけ。どこの国だったかな、忘れちゃったな。で次、別にお金が必要なわけではない。だけど日本が協力してくれればいろいろできることは増えるよね。で次、日本からの支援はちゃんと必要としている場所に届くんだろうか。なんかチーム派遣されてたっていう、そういう話でしたよね。物だったかな。で次、ジャグナット首相はよく言った、起きてしまったことに関して一番責任があるのはやっぱり何と言っても国のトップだからな。で次、おいおいジャグナット、なんか悪いもんでも食べたのか。で次、首相は日本の責任じゃないと言った以上、どこに責任があるのか明確にすべきだと思うが。で次、個人的には責任があるのは若潮の船長だと思う。で次、俺たちの首相は冷静じゃないか。次、なんてこった、それなら誰が起こした事故になるんだ、もしあの船がモーリシャスの海にいなかったらこんな悲劇は起きていないというのに。で次、船長の話とかさ、サルベージ中のね、やらかしたオランダの話とか、現地の人知らないのかな。で、これだけ大きな問題なのに電話会談で済ましちゃうのか、みたいな。で次、で首相はいくら日本から個人的にお金を受け取ったんだ。何、モーリシャスの政治、政界って、てか上の方の人たちってこういう感じなの金金言ってる人結構いますよね。で次、結局誰を批判すべきなのか俺にはわからない。やっぱニュース知らないのかな。ごめん、私の認識は間違ってるかもしれないけど、若潮は日本船籍なんじゃなかったっけ。違いますね。で次、日本に責任がないのは別に秘密でも何でもない。しかし野党はどうしてこの事故に関して黙りっぱなしなんだ向こうも野党は黙りっぱなしなんだ。で次、モーリシャスの自然公園の中で事故が起きて多くの生物が命を落としている。唯一の収入源である観光業に影を落としている。自然災害に関連する保険には入っているだろうし、日本の会社はモーリシャス政府に賠償金を払うべきだね。で次、頼むから日本からの支援を国民のために使ってくれよ。で次、事故発生後の政府の対応にとにかく納得いかないんだが。で次が、ただ支援をしてくれるからといってこの件に関して日本に寄付することでもないと思う。で次、日本からの支援金はどこに使われることになるんだろう。お金か。でそれに対して、それはもちろん実害を受けた人が受け取るべきでしょう。ただ実際には政治家のポケットに入ることになるけど。で次、なんだろう、汚職が激しい、そういう国なのかな。で日本からの支援のうちいくら横領されることやら、みんな言ってますね
次、これだけの事故なんだから誰に責任があるのか、首相ははっきり口にした方がいいと思うんだが、次がお金をかけただけで、以前までの海が帰ってくるのか、次、事故の原因になった行動は間違っている。だけど日本側は悪くない。事故に直接の原因がある人が悪いんだよ。次、日本の責任じゃないなら誰の責任なんだよ。観光が成り立たなくなったらこの国は大変なことになるんだぞ。次、ようやくはっきりと明言したのは良かったと思う。次、支援金が使われるべき場所に使われれば何も言うことはないよ。次、首相が日本の外務大臣に直接伝えたというなら実際日本に事故の責任はないんじゃないのかな。まあこんな感じだったんですけど、ちょっとキリがないんでこの辺にしときましょうかね。金銭面に関する不信感だから毛利社政府になんか結構厳しい声が飛び交ってましたよね。で、まあその一方で日本の責任じゃないっていう言葉への異論はほぼほぼなかったですよね。うん、まあ一つ二つぐらいだったかな。だけどじゃあ責任はどこにあるんだっていう声は結構ありましたよね。うん、まあつまりそういう国、そういうまあモーリシャスの政治状況、まあそういう感じだっていうことがわかりますよね。どうも現地の人たちはいろいろこう細かいところまでは知らないっぽい人がほとんどでしたよね。まずインド人船長でしたよね。まあしかも日本人は誰一人乗船してなかったですよね。でまあ船会社っていうより船をこう運航していたクルーと、ね、まあ、彼らの雇い主ですよね。まあ、それでもね、日本はやっぱりほらね、いや関係ないんでとかそういうことを言わないしやんないじゃないですか。まあだから心苦しく思ってるわけでしょ。うん、まあだからほら日本国民の考えとしては、まあ油の除去がねスムーズに進みますようにっていうところじゃないですか。うん、でもね、あえて言わせていただきますけども、日本関係ないですからね。悪いのはそもそも座礁させた船長でしょ。理由何でしたっけ。 Wi-Fi でしたよね。うん、電波入るところまで行きたいからってね、うん、ありえないところでありえない行動をとってそれでひっくり返ったんでしょ。うん、しかもその後もまずかったですよね。うん、オランダのサルベージアですよね、船真っ二つにしたの。うん、いや日本関係ないですから。うん、やらかしたのは船長、ただしその監督不行き届きとかその辺が日本になるのかなってところはちょっと気になりますけど、まあ、あるいはねもう今更言ってもしゃあないですけど、もっとしっかり教育とかね管理徹底していれば、まあそんなその辺がまあせいぜい気になるところですけどもね。うん、でもそんなん上司の前だと真面目ぶっててさ、ね、裏ではサボったりする人なんて世界中広く見渡しはどこにでも5万といるんですからね。うん、まあとりあえずね、可能な限り日本ができる可能な限りね支援はすべきだとは思いますけども、うんね、船長はインド人でしょ。で船の船籍はだってパナマじゃないですか。で最初に座礁した際にこう救助に当たっていたのはオランダでしょ、ね、日本が関わっているのはただ船をチャーターしたのも貸した企業も、ね、日本企業だったっていうそこまでじゃないですか。うん、そう思い出した。 Wi-Fi スポットを求めて勝手に航路を離れてね、うん、だから船長船員でしょ責任は、まず。うん、だから、まあ、なんだろうな、事故そのものじゃなくて、ね、事故処理でしくじって油ばらまいたんですから、ね、オランダのサルベージアですよ。うん、まあ、責任は日本にはないんですけども、ね、じゃあ、あと知りませんよとは日本はしないですからね。うん、その損害賠償うんぬんとかじゃなくて、まあ、支援をするっていうことですよね。うん、それは別にいいと思うんですけども。まあもちろんなんだろうな、雇用者責任とかっていうのがこの場合当てはまるのかな、どうなんだろうね。日本はまあ最大限の支援は行いますよ、行いますけどもね、なんか裏から手回して金なんか賄賂を握らしたみたいな、そんな風に思われるのは心外ですよね。どう考えても悪いのはインド人船長でしょ、座礁に関しては。あとは油流出に関してはオランダのサルベージアじゃないですかね。だからまあ心情的にはね、うん、インドこそ災害支援しろと、オランダもちゃんとなんかね、責任取れよとは思いますけどもね。うん、でもこういうのってどうなんだろう、船籍国とか所有会社の責任とかになったりするのかな。うん、まあ調べれば当然わかることだし、そのためのあと保険もあるわけだしね。うん、どうなんだろうね。確か台風の日とかでしたっけ、そういうこうね日に運航してなんかこう海保に迷惑かけた船とかありましたよね。うん、あこれ別件でね。うん、あの辺なんかもどうなのさって話ですよね。うん、普通に考えて船長とあれかな、うん、って思いますけどもね。うん、まあ日本の企業が海外で安全に操業できるのはまあ
日本政府、国家のおかげですよね。まあ、首相がそう言った以上、日本に責任はないのだろうけれども、まあ、政府には、まあ、政府、まあ、そうか、まあ、援助するね、うん、まあ、してほしいとは思いますけどもね、うん、なんかね、金積んだんだろうみたいなこと言われると、ちょっとね、はっていう感じですよね。うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。だ簡単にこれまでのいきさつをね、もう一回ちょっと書いておきますと、インドの運転手が、パナマの車で日本の荷物を運んでいたとしたらね、でその時事故を起こしました。でそこへ救助に駆けつけたオランダがね、事故処理失敗して車から油が大量にばらまかれてしまいました。さて汚した責任は誰でしょうか。そういうことですよね。